はい皆様こんにちは2022年世界で一番きれいな町の投票結果発表を行いたいと思いますはいそれでは早速ですけれどもまずは投票方法について説明させていただきます今回は10種類選ばせていただきましたこれらの種類はですね本やネットで 世界で一番いいだという,ふうに書いてあるものを選びましたただしですねこれらの蝶なんですけれどもその根拠が特にありませんでデータとかもないわけですですので今回この投票を使ってですね調べてみようと思ったものです投票は1人3種類選んでもらって1種類1票ずつ入れてもらってその合計でですね一番票を獲得した帳を、まあ、今回2022年一番きれいな蝶というふうに決めるという方法としました 投票数になりますが、日本から138票、海外から21票、合計159票、集まりました。ありがとうございました。一人3票ずつ入れましたので、およそ50人。中にはですね、直接私の方にメールとかツイッターで返事された方もこれもカウントしております。はい、投票された方の年齢層なんですけれども、日本と海外で分けて見てみました。 日本がですね、20から39歳が41%、40から59歳が29%という形になっています。海外がですね、40から59歳が48%、そして60歳以上が24%ということで、ちなみに海外は19歳以下は0%ということで、日本とちょっと違っています。これはですね、私があの参加している Facebook のグループ、まあここにいる人たちの年齢層がこういうふうになっているからだというふうに思いますので、 ちょっと日本と比べると対象になった方が限られているということはありますはいそれでは結果発表ですまずは10位から4位までの発表です10位がフルニエフタオチョ11票9位がミイロシジミタテハ22票8位ベニクジャクシジミ24票7位オールリオビアゲハ28票 6位ミーロタイマイ45票5位ミーロタテハ49票4位オールリアギャー54票という結果になりましたはいそれでは3位の発表です3位は56票、えー、投票がありましたはいこちらが今回選ばれた10種類の調たちになりますこの中で3位に選ばれたものはこれですここクラック鳥羽アギアですね はい、非常に綺麗な蝶で後ろ羽が特徴になってましてすごくちっちゃい感じがしてますねこので、えー、裏側の方なんですが、えー、こんな感じであちょっと見えにくいですねしょこんな感じですか、えー、金色をしています おっぽがねちょっと垂れ下がってしまって申し訳なかったんですけども実際には綺麗に伸びたような感じになっていますこの極楽トリバネアゲハなんですけれどもまあこれに限らずトリバネアゲハの仲間はですねニューギニアで飼育されて販売されていますこれはですね、まあ、コレクターたちが買うわけなんですけれども現地の人たちにとってはまあコーヒー農園を営業するよりは こういったチを飼育して販売した方が収入が多いということでですね、まあ、コレクターあとですねそうですねあの最終しに来る人たちのガイドですねこれのお金で生計を立ててらっしゃるということでまあコレクターがこういった種の保護に貢献しているというちょっと変わったモデルビジネスモデルが出来上がっているというのが特徴ですね非常にきれいな蝶です はいそれでは2位の発表です2位は73票獲得しましたはいええー、見事2位になったのはこちらのミヤマーカラスアゲハになりますえー、羽根の表面がですね緑に輝いて非常に綺麗な蝶ですでちょっと見えにくいですかねはいすいません でこんな感じですね。裏の方は、えー、白い帯が入っています。ミヤマカラサギハはですね、日本、まあ、北海道から九州まで、えー、生息しておりまして、えー、日本だと、そうですね、関東とか名古屋近辺はいないんですけれども、その他の地域で、まあ、主に山の方にですね、生息しています。海外の分布では、えー、中国朝、まあ、朝鮮半島、まあ、この辺ですね。 とということで東アジアを代表する町の一種というふうになっていますちなみにロシアの方もね少し分布がありますので、まあ、東アジアの蝶ということでちょうどですね今中国の吉林省のですねミヤマカラスアゲハを南下しているところですのでちょっとお見せしようと思います はい、こちらが中国のミヤマカラサギャ吉林省ですね吉林省というのは、えー、北朝鮮のちょっと上のところですかねこんな感じで表は若干北海道の今左下にある北海道のミヤマカラサとちょっと違いまして、まあ、この全紙の,この帯みたいなところが白っぽいですね、まあ、非常に綺麗な町です これはもこんな感じでちょっと違いますねちなみにですねちょっと話が戻りますけれども三位の蝶なんですけれども日本と海外で少し下がりました日本で三位に輝いていた蝶というのは実は南米のミイロタティアになりますこの標本箱ですとこいつですね えー、これが、えーまあ、48票ということで、えー、3位にありましたで海外はちなみにユリッサスということでオールリアヘア真ん中のチですねアグリアスは後ろがこんな感じで、えー、非常に独特の模様をしていてすごい綺麗なチですよねで2位の、えー、ミヤマカラスアゲハですけどもおまあ ダントツで日本では2位だったんですけども海外の方では極楽鳥羽羽が2位だったということでまあその影響もあってちょっと順番総合計では順番がちょっと変わったという形になっていますはいでは1位です1位はダン、えー、トツで104票獲得しましたはい今回ダントツ1位で輝いたのは このヘルナモルフォです、はいまあ、2014年にもです、ね、1回投票してヘルナモルフォがやはり1位だったんですね。ただ当時のです、ね、投票システムがダウンしてしまってです、ね、データが消えてしまったので今回もう1回集計させていただきました。こんな感じですね。構造色といって。えー 羽のはですね、色素ではなくてフィルムのような構造になっていてです、ね、光が当たった時に反射した時に青色だけが反射するっていう仕組みなんですけれども角度によってねこの色の変わりが型があるので非常に独特な蝶です主にですね南米のそうですねアンデス山脈の東側アマゾンのね とかアンデス山脈の山の方ていうところに生息していますでこのヘルナモルフォというのは、まあ、レテノールモルフォというですね、えー、種類の亜種の一つということになっていますちょっとこちらの方に、えー、ちょっとレテノールモルフォなどを集めた標本箱なんですけどもちなみに裏はこんな感じです こちらに見えるのがレテノールモルフの仲間たちになります。これがですねよくいるレテノールモルフォ全部真っ青ですね。裏もこんな感じでちょっと違います、はいで。ヘルナモルフォというのはペルとおまとおそらくその周りのちょっと山の方にいる 種類になりましてこのようにね白い帯が出るっていうのが特徴ですねこんなふうにこう角度を変えるとね真っ黒になったり紫になって青になったりということで非常に美しいですこれはねなかなか写真などでは分からないのでね難しいところですねまあのホームページですねあの立体映像として キプリスモルフォを上げてますけれどもそれで立体映像を見るとなんかこうちょっと本物を見たような錯覚に陥りますこれやっぱり右目と左目で色が違った感じで見えますのでこれがキプリスモルフォですねキプリスモルフォも非常にあの投票では人気がある超でえ今回も二票ぐらいあの別枠としてえリクエストがあったんですけれどもえまあ ヘレナモルフォとよく似たる種類ということで、まあ、前回の投票の時も確かヘレナが結局圧倒的に多かったので,ですね、えー、ヘレナモルフォを選ばせていただきましたメスはですねこんな感じで非常にでかくて、えー、全然青い色をしてません黄色ですね黄色というかオレンジ色で、えー、でかいですで、えー、ヘレナモルフォもレテノルモルフォも、えー、同じような感じのメスです 南米のモルフォ町では最大級の蝶になるというふうに思います、はい。というわけで1位、ヘルナモルフォで2022年世界で一番きれいな蝶の1位となりました。皆様ありがとうございました。